蔡文姬は養殖秀麗にして教養あふれる女性である。特に詩文と音曲の才に優れ、曹操をして大いに称賛せしめた。だがその才能と情熱が思いがけない騒動を巻き起こす。ある日、蔡文姬は試作をすると言い残して一人外出。そのまま音信不通となってしまう。彼女が消息を絶ったのは昨今富に荒れすさむ地。もしや彼女の身に何かあったのか。跋扈する異民族、横行する無頼の輩、多くの危険に不安が募る。曹操は古参の将来蔡文姬の捜索を命じた。現場へと急行する花公園、学信、利天、雨金。騒乱の果て、彼らを待ち受ける結末はいかなるものか。予感的中お手の物、いい慢性とは俺のこと。蔡文姬殿の知識は殿にとって宝ならば致し方なし。早急に発見しこれを処罰、いや保護するまで。いや参ったな、どこ行ったんだ蔡文姬殿は。ほったらかしたら殿に怒られるしな。さっさと見つけて帰らねえと。この付近は情勢が不安定、天津さえ郷土も出没すると言います。蔡文姬殿お一人では危険、すぐに探し出さなくては。人探しか、俺の勘の見せ所だな。よし門を開けろ。出発、開門します。お気をつけて。早いとこ蔡文姬殿を見つけるぞ。こういうのはさっさと終わらせるに限る。伝令、逃げ去る不審者を発見しました。昨今出没している誘拐犯のようです。誘拐犯とか冗談じゃねえな。確証はないがひとまず追いかけるぞ。悪かったよ、女ならあそこにいるって。誘拐犯か、絶対許さねえ。強いぞ俺、いい
本当に強いぞ。女性をさらう卑劣感は許しておきな。まさか負けるな俺。そして私のために、何か本気出しちゃうよ俺。なかったかも。冷静にお願いします。私は決して誘拐犯などではないはずです。
している方はこちらに。最高だ。
天殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。近くに動物を扱う商人がいる模様。ご無事ならば動物をめでるかもしれません。動物に惹かれ姿を現すかもしれない。上人から動物を接収、トイレを捜索する。私らは商いをしているだけ。それを襲うとはあんまりじゃ。絡まってて全部だな。俺の勘が正しければ次はあっちだ。強いぞ俺。いい感じだろ。新規だからの動物ですね。さあ一緒に砦へと向かいましょう。おお頑張ってんな。その調子で行けよ。ドラコさん、まさに生きる兵器。研究のためのあの手を手に入れられれば。いい感じだろ。あなたの手いい感じだろ。わかりました。本気出しちゃうよ。私が毎日年中に処罰する。敵将撃ち取った。となるよ。これからも精進せよ。砦で偉人を見たとの報あり。今度こそ
細分子様に違いありません。結構くたびれてきたぞ。これで終わりってわけにいかないよな。俺こそ真の三国無双ってな。悪いことは言わない。ちょっと入っちまえ。ここに女がいるだろ。何のことだか皆目わからんな。男なら腕で来いや。本気出しちゃうよ俺。
だお前たちは。周遊様をいじめたこと絶対許さない。私がやっつけちゃうんだから。本気だ。皆さんここにいたんですか。もっと一緒に修行してください。見ても3。ダメだ、全然見つからない。おまけに余計な戦いエルフィルだぜ。これだけ探しても見つからないとは考えたくはありませんが、やはり強度などに。どなたかをお探しなのですか。ええ、細分鬼殿が。え？私がどうかいたしましたか。そう、どうかしてるよ。俺たちあんたを探してこう駆けずり回ってだな。それは失礼しました。死守を求めて歩いていたもので。ですがおかげでいい詩が読めました。え、まさかここで。今はいいって。あ、ウギン殿、お手柔らかに。是非もない、鬼人しよう。